大阪府柏原市大県出土多中、西文京東京国立博物館展示。奈良県五世市ながら出土多中、西文京東京国立博物館展示。多中西文京は、鏡の裏面に紐を通す中が2、3個ついており、細線の幾何学文様を施した朝鮮半島系の同郷である。弥生時代中期前半に伝わった。日本列島では、縄文時代に、 金属製の鏡が大陸から伝わっていなかったが、弥生時代に入って最初に出現したのが中国鏡ではなく多中西文教であった。この鏡は朝鮮半島を中心に一部は遼寧省や宴海州など東北アジアの一角に広がった。弥生時代中期前半になると日本古来のマガ玉などと一緒に副葬品に加わった。近畿地方へは やよい時代中期頃に、同郷電波の第一波として、多中細分共がもたらされた。流行は短期間であったが、九州から近畿、さらに中部地方までの大変広い範囲まで流布している。北九州や山口では、道県、道保護、道下という三種の制銅義武器とともに埋納されていた。このことは、地域の支配者たちの服装品に定型化が急速に、 できつつあったと考えられる。多中祭文教流行期より50から100年後の中国鏡が大量にもたらされた弥生時代中期、後半になると地域の支配者の墓に一死者一面に限らず、中国や朝鮮半島には例のないほどの大量埋能が行われた。これは和人社会特有の現象であり、この習俗は古墳時代にまで継続されることになる。用途については、 化粧道具ではないかという見解や中国の古典でいう太陽の光を集めて火を取る最核比引きりが多中祭文教ではないかとの見解も出ている鏡は一つの性格として太陽信仰に結びつくものである1985年に3月に調査された福岡市吉武高木遺跡の3号木幹部から多中祭文教が他の青銅製武器と共に出土している この遺跡が、義式は神殿の伊都国と名国との中間地点にあり、その文明を取った、佐原国という名で話題となった。このほか佐賀県唐津市の浮久見大跡、山口県下関市の梶栗浜遺跡、大阪府柏原市大県遺跡、奈良県五世市ながらでも副葬品として舞いされていた。さらに、長野県佐久市の沢畜元遺跡では、破片を加工し二つの穴を開けて、 呪譜か五譜に転用された形で出土している。多中細文鏡と中国鏡との間には多少の違いが見られる。中の数は前者が2、3個に対して後者が1つ、鏡面は前者が多面で後者が平面か、やや突面、文様は前者が幾何学分で後者が新旋回の図文ほか多様、名文は前者にはないが校舎にはある場合が多い。 大きさは両者ともほぼ同じで、形も共に円形である。ありがとうございます。